宅を出発するので、任期から本間村長が就任いたしますので、これから就任にあたっての訓示式を行います。では本間村長、入場お願いいたします。はい、じゃあ職員は姿勢を正し、礼。はい、それでは本間村長、訓示よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。本間義行でございます。先の選挙で、村民の負託を得まして、今日この日を迎えることとなりました。本当に緊張感でいっぱいでございますし、これからの村政を考えるとまさに身の引き締まる思いで、いっぱいでございます。改めまして、今までの、8年間の小林村政には本当に心から敬意を表したいというふうに思います。また、これまで、歴代の村長さんがおやりになられてきたいろんな村のため村民のためを思ういろんな施策に対してもしっかりと私は引き継いでまいり、新たな弥彦村の姿を皆さんと一緒に作ってまいりたいというふうに思います。私も行政経験はございません。皆さんの一人一人のお力をお借りし、いろんな議論を重ねながら新しいやり方、新しい方法、新しい方向に向かって、皆さんと共に歩んでまいりたいと思います。皆さんのポテンシャルをさらに高めて、いただきながら、もちろん働き方改革にも着手して皆さんの健康や健康をしっかりと守っていきたいというふうに思いますけれども、最終的には何より村のため村民の、笑顔のためにしっかりと仕事をしてまいりたいというふうに思います。いろんな私のいろんな掲げた35の約束については、時間がかかったとしてもしっかりと着実に歩みを進めていきたいと思います。とにかく子育て、それから高齢者支援、そういった生活に関わる全てのことを最優先して取り組んでまいりたいというふうに思います。またもちろん村にはいろんなさまざまな事業があります。競輪や農業や工業、商工業、観光業、いろんなものがあります。全ての視野に入れつつ、みんなが一丸となってこの新しい弥彦村を作っていこうじゃないですか。10年、20年先、30年先の将来を見据えた明るい弥彦村、笑顔のあふれる弥彦村をどうか皆さん一緒に、僕と一緒に作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、職員は姿勢を正し、礼。初めて座りましたので身の引き締まる思いで今日迎えました。まあ、玄関先ではたくさんの人に、出迎えていただき、まあ、頑張れよという力強い言葉もいただいたものですから、なお一層とにかくこれからの新しい弥彦村のために精一杯、頑張っていこうかなというふうに改めて思いました。はい、子供側は別としてですね、うん、例えば副村長です。